知的財産とビジネス第四種を担当します大阪工業大学大学院知的財産研究科の大塚ですよろしくお願いいたします今回は特許庁による審査の概要を説明します商標登録を受けるためにはいくつかの条件をクリアしなければなりません商標登録を受けるために まずは商標登録出願を行います商標登録出願は「商標登録願い」という願書を特許庁に提出することによって行いますちなみにこちらの商標は大阪工業大学の英文略称である「OIT」をデザインしたロゴになっています。商標登録願いには 商標登録を受けようとする商標を記載するのはもちろんですがその商標をどのような商品または益務に使用するのかということも合わせて記載しなければなりません。ここれを指指定定商品ままたははととと言います駅務とはサービスのことでしたねでは指定商品や指定益務はどのように記載すればよいのでしょうか。 このような表が用意されていますそこで商標を使用する商品または駅務が属する区分を記載します商標登録願いの指定商品または指定役務の欄には商標を使用する商品や役務を具体的に記載します第1類から第34類が商品に関する区分 第35類から第45類が駅務に関する区分です。例えば、大学における教育という駅務に商標を使用する場合は、第41類、大学における教授のように記載します。ここで重要なのは区分ではなく、指定商品や指定駅務です。 この欄の記載によって商標権の効力の範囲が決まります商標登録出願をすると特許庁の審査官が審査をします登録を受けるためにはいくつかの条件をクリアしなければなりませんこの条件を登録要件と言います一つ目の登録要件は使用する。 ということですこれは現在使用している場合はもちろん現在使用はしていなくても将来使用する意思があれば構いませんしたがってこの要件が問題になることはあまりありません二つ目の登録要件は自他商品駅務識別力を有するということですこれには例外がありもともと識別力がない商標であっても 使用された結果識別力を獲得した場合は登録が認められます3つ目の登録要件は公益的または私益的な不登録自由に該当しないことです識別力がある商標であっても個人による独占に適さない商標や他人の利益を害する商標は登録を受けることができません それでは2つ目の登録要件である「自他商品益務識別力」について詳しく説明します。自他商品益務識別力がないとされる商標の最初の類型は普通名称です例えば「菓子」という商品について「キャンディ」という商標は識別力がありません。 キャンディの袋に「キャンディと書かれていてもそれは A 社のキャンディなのか B 社のキャンディなのか分かりませんね。キャンディはお菓子の種類のうちの一つであり普通名称だからです。普通名称かそうでないかは指定商品または指定駅部との関係で決まるということに注意してください。例えば文房具。 という商標についてキャンディという商標は他の登録要件をクリアした場合登録される可能性があります。キャンディ印の文房具であれば他社の文房具と区別することができるからです。自他商品駅務識別力がないとされる商標の2つ目の類型は慣用商標です。 観葉商標とはもともと識別力がある商標であったものが同業者の間で普通に使用されるようになったため識別力がなくなってしまった商標のことを言います。観葉商標にはこのような例があります。清酒に「正宗」という商標を最初に使用したのは神戸市内のある酒造会社ですが今日「正宗」 を関したお酒は日本全国に100種類以上あるようですまた観光ホテルという商標のルーツはよくわかりませんが今日観光地に行けばたくさんの観光ホテルがあります。自他商品無識別力がないとされる商標の3つ目の類型は品質などの表示と呼ばれる一群です。 商品についてその産地品質形状などを普通に表示する商標駅務について提供の場所質などを普通に表示する商標が該当します。例えばお茶という商品について宇治という商標は商品の産地を普通に表示する商標です。 チョコレートという商品について、甘いという商標は、商品の品質を普通に表示する商標です。筆記用具という商品について、ペンの立体的形状からなる商標は、商品の形状を普通に表示する商標です。このような商標は識別力がないので登録を受けることができません。 また、飲食物の提供という駅務について、博多という商標は、駅務の提供の場所を普通に表示する商標です。貨物の輸送という駅務について、迅速丁寧という商標は、駅務の質を普通に表示する商標です。このような商標も識別力がないので、登録を受けることができません。 自他商品へ無識別力がないとされる商標の4つ目の類型は佐藤さん鈴木さんなどのありふれた氏または名称です5つ目の類型は仮名一文字や三角印など極めて簡単でかつありふれた表彰のみからなる商標です自他商品へ無識別力がない とされる商標の最後の類型は、今まで説明した五つの類型のいずれにも当てはまらないけれども、識別力がないものです。例えば、地模様や品質第一、より良いものをより安く、のような標語などが挙げられます。ここまでは、自他商品駅も識別力がない、とされる商標の 類型についてて説明ししきましたこれらの類型に該当する商標は登録を受けることができませんしかし品質などの表示ありふれた氏または名称極めて簡単でかつありふれた表彰のみからなる商標の3つ,につ,い3つの類型についてはもともと識別力がない商標であっても使用された結果識別力を獲得した場合は 登録が認められます例えばこちらのビジネス用バイクや学習帳は品質などの表示のうちの商品の形状のみからなる商標に該当しますそのため原則として登録を受けることができませんしかし長年にわたって使用された結果識別力を獲得したことが認められ登録を受けることができました こちらのビジネス用バイクは1958年の発売から一貫したデザインコンセプトを守り続けてきましたその結果この形を見ただけでどこの会社の商品かがわかるようになりましたこちらの学習帳は1970年から製造販売されていますその結果文字や写真がなくてもどこの会社の商品かがわかるようになりました 次回は3つ目の登録要件である公益的・私益的不登録自由について詳しく説明します。